トーマス・ビブ・ヘイワードは、アメリカ合衆国海軍の軍人、大将。1978年7月1日に、第21代アメリカ海軍作戦部長に、就任した。第二次世界大戦中に徴兵され、水兵として勤務、その後に、海軍兵学校に入学し1947年、卒業し、海軍将尉に任官する。初めに乗り組んだ官邸は、 CV-36 アンティータムで1950年7月にペンサコラでの飛行訓練を終了し CV-9SX 及び CV-45 バリー法事関西航空隊に配属され朝鮮戦争に参加146回の戦闘飛行任務を成し遂げ航空賞10個、海軍主勲賞3個、航空主勲十字賞を授与されている。 ベトナム戦争では36回の飛行任務につき、航空省3個とレジオンオブメリットが授与された。CV-66 アメリカ艦長勤務の後に、海軍大学校とジョージ・ワシントン大学で教育を受ける。1976年から1977年まで、第7艦隊司令官及び、太平洋艦隊司令長官を務めた後、 1978年7月1日に第21大海軍作戦部長に就任する。在任期間中はソビエト連邦との冷戦が新たな局面に向かいつつ、あり、前任者の任務を踏襲しつつ海軍戦略の転換を図り、インド洋への戦力の増強、海軍の新装備開発の促進に尽力した。1982年6月30日に退役。 ありがとうございます。